皆さんこんにちは、渡辺光雄役の村井亮太です。いやもうやはりこのミュージカル生きるという作品、僕はそもそも前回出演させていただいた時は再演の時に参加させていただいて、で他のキャストの方たちのもう初演バージョンを見ていたので、この作品のそもそもファンだったんですよね。でこの作品はやはりこう何でしょうね、もう多分全ての方たちに届けたい作品だと思っていますので、永遠にこう何でしょう、この生きるというミュージカルをやってほしいという思いもありますし、この作品に携われることの嬉しさと、あと何でしょうね、この生きるだけが持っているこう生命のエネルギーというのを非常に感じられる作品ですので、また今回出演できるということはとても幸せでした。そうですね、当時はやはりあのコロナ禍真っ只中でとても非常に緊張した状態が続いていたんですけども、やはりこう本番直前まで皆さんこうマスクをされて、で本当に出る直前に外してあの舞台に立つという、本当に日々日々毎日が生きているというのを実感できる状態でしたね。で今年はどうなるのかまだわからないですけども、でもやはりこの何でしょうね、生きるという作品の中にあるテーマを毎日実感しながら、皆さんお芝居されていくのかなと思っています。そうですね、夫婦が新しくなりますので、ちょっと夫婦のシーンが今からすごく楽しみですね。意外と何でしょう、転換が早くてドタバタしている感じなんですけども、まあ密を的には一番すごく温かい時間というか、すごくこう前向きになれる時間なので、あそこのシーンがどうなるのか今からすごく楽しみです。とにかく光雄が許せないっていうのが多く感想をいただいて、でもなんかそれは嬉しかったですね。すごくなんかもうそのおかげでこうより感じに感情移入できるというか、非常にこうなんでしょうね、どの年になってもこう夢を達成したいという力強さだったり、そういったことをこう何でしょう、感動ポイントとして皆様に、ゆっくりとじんわりと伝えられることができたのが光雄の、何でしょうね、嫌なやつというかあの感じがあったのかなとも思いながら、はい、でも楽しんでやってました。そうですね、なかなか今難しいですけど、でも今すごく思うのは孫の顔を見たいなと思いましたねまだ自分の息子も娘もいないのに孫の顔見たいなってちょっと思いましたね。息子よりも先かいみたいな感じなんですけど、でもそれってね、幸せなことですし、なんかちょっと思っちゃいましたね。まあ本当に、どの世代にも刺さる作品ですし、本当に全く何もわからないある意味子供にも見せたいですし、それこそ、我々も先輩の方たち、目上の方たちにも見ていただいて、まあ、当時の何でしょうね、戦後の日本の空気感も味わっていただきたいですし、もう本当にそういう意味で言うと海外の方にも見ていただきたいなとも思いますね。日本の当時の状況だったりとか、あとまあ世界で通じるテーマというか、渡辺幹事が急に課せられた、まあ、その病によってこう人生を模索するっていうのは、これはもう本当に全人類に響くメッセージだと思いますので、そこを皆さんと共有して、そして楽しんでみて、そして生きることの大切さを感じていただけたいですね。すごくお二人の持っている性質っていうんですかね、市村さんと加賀さんが持たれているタイム感というか時間の流れが違うので、そこをすごくなるだけ見落とさないようにうまくキャッチして、で光雄が父親を叱っていくような、はい、あの感じはすごく毎日スリリングで楽しかったですね。なんかダブルキャストだからこそのこう、なんかその日の新鮮さが毎回生まれるっていうのがとても本当に役者をやってて楽しい時間でしたね。ミュージカル生きる、この作品が持つテーマは永遠のテーマであり、そして皆様のどの皆様にも、心に響く、作品となっております。このミュージカル生きる、これからもどんどん、
再演してほしいですし、今回3回目の上演となりますけども、まだまだこれから先もこの生きるがいつまでも続いていけるように、今回の3回目の作品も意気込みをしっかりと感じながら、そして新しいキャストとともにこの作品のテーマを大切にしながら演じていきたいと思います。皆様ぜひ劇場で見てください。よろしくお願いいたします。ミュージカル生きる、9月7日から新国立劇場中劇場で上演いたします。劇場でお待ちしております。